皆さんこんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、瞑想の時間です。あのスティーブ・ジョブスもやっていた。いやいや、有名人の名前を借りて説得しようとするのはやめろよ。はい、ということで、さまざまな方がやってらっしゃる、ね、特にアメリカで流行っているという瞑想、はい、宗教に関係なく、まあ、あの仏教の瞑想は心を空にすることを、目標としてやってるわけですけれども、それとは別にまた何かこう神からの教えをいただくためにとか、宗教によって結構いろいろ違うんですけど、私は無宗教なので、自分の心に問いかけ、自分の心から答えを出してもらうという、そういう自分を見つめる時間として瞑想をやっています。今日はどんな答えが出るのでしょうか。早速始めます。はい、この曲も私が作った曲です。はい、もう出ました。早いな、今日は。はい、今日の自分から自分への言葉は、周りの人に優しく接しなさいです。はい、そうですね。はい、いいお言葉をいただいたと思っています。はい、そうですね。自分がそう感じているということですね。それを、それ自分が今どういう状況かだけを考えるというこの瞑想の時間、本当にいい時間だと思います。はい、はい、それでは今回の配信は以上となります。また次の配信、または別の配信でお会いしましょう。さようなら。